こんにちは、おやさんです。今回は前回に引き続き本体の合わせ目消しを行います。塗装する場合、膝と足首はクリアランスを調整しておかないと塗膜が剥げますので処理していきましょう。膝関節のパーツは両側を削って少し薄くします。スポンジヤスリなどで角を丸めたら完了です。見づらいですが、こんな感じで隙間ができていれば OK です。足首の関節は処理しにくいですが、同様に薄くしていきます。ハードタイプのヤスリスティックを使うと便利です。スポンジヤスリなどで傷をならして完了です。太もものパーツは挟み込み式なので、合わせ目を消す場合は後褒め加工します。といっても簡単で、この部分を CG にカットしてあげるだけです。これだけで差し込めるようになります。もし緩くなってしまっても接着すればいいので心配いりません。あとはいつも通り瞬間カラーパテを持って硬化させ、はみ出したパテを削って整えれば完成です。パテが関節につかないように注意しましょう。今回はここまでです。次回からは塗装について解説します。それではまた別の動画でお会いしましょう。失礼します。バイバイ。